皆さんおはようございます。今回は何に関して言及させていただきたいかというと、アンケートで集計を取らさせていただいたんですけど、自民党の総裁選ですね、今、ニュースなどで多く取り上げられていて、その中で自民党総裁になる方はどなたになるのかということが、ね、今さ、ね、いろんなところで議論が行われています。その中でこのチャンネルにおいては自民党総裁選ということで、石破さんはねやはり断念されて、野田さんも出ないでしょう。なので、河野さん、岸田さん、高市さんの3名が、今立候補表明されてますけど、この3種類の争いになるかなって感じがします。で、このチャンネルにおいてアンケート集計を取らさせていただいたんだけど、全部で695票ですね、いただきました。700票近い、投票いただき誠にありがとうございました。で、このチャンネルにおいては、どちらかというと中道右派、右派までいてね、中道から右派まで、中道右派、右派までいて、中道左派の方もそれなりにいます。で、その中で、この中でね、どちらかといったらちょっと右寄りっていうかな、右派の方が結構保守的な人が多いので、その中でね、アンケート集計で、予想通りだったんだけど、高市早苗さんがね、一応 55% という方で選ばれました。55% ったら相当な数だよね。だから400票近くは、高市さんが400人ぐらいの方が入れられたって感じですね。岸田さんは 10% ぐらいなので、10.数%なので、だいたい70票ぐらいですね。で、河野さんに関しては 35% なので、河野さんも結構得票したかなって感じはします。で、この中でね、このネットでの、自分自身のチャンネルでの、アンケート集計ですから、これイコールすぐに、じゃあ高市さんが総裁になるかって言ったら、そうとは私は思ってません。で、自分自身がね、じゃあ誰になってほしいかっていうのを思うところがあるんだけど、あえてこれだけね、入れていただいているので、ちょっとここは、控えさせていただきたいと思ってるんだけど、どの方がね、総裁になるかっていうところになると、正直高市さんは弱いのかなって感じはします。河野さんとこの岸田さんの争いで、河野さんがね、多分私は今有力じゃないのかなっていうのは思うところではありますね。これは自民党員。結局総裁選ぶのは自民党員でね、年会費払ってる自民党員であるとか、自民党の議員ですから、その中で派閥がね、自民党ってありますから、その中でうまく派閥で、票が取れてる方、高市さんに関しては非常に弱かったのが、安倍さんがね、応援するという方です、細田派ですけど、じゃあ細田派すべてがじゃあ高市さんを応援するかってそうは思ってませんので、その中で岸田さんは岸田派というね、自身の派閥を持ってます。で、河野さんに関しては、麻生さんが依頼して応援すると言ってますから、麻生派。で、あとは石破派にもちょっとお願いしたということで、なので正直な話で私は総裁になるのは河野さんじゃないのかなっていうのが思うところです。河野さんっていうのはね、結構強気で言うところが一時ね、すごく人気だったと思うんですね。例えば外務大臣やってる時に、日本に対してね、やっぱりそういう、反日諸国に対してもね、しっかりとした物言いで言う姿に、加盟を受けた方も結構いらっしゃるのかなって感じはするんだけど、ここ最近、例えば脱原発の話になったりとかね、他にも、選挙、総裁選のになってから、言ってたことちょっと変わったりとかね、そういったところがちょっとブレてしまったんじゃないかっていうふうなね、評価もあって、その中で河野さんじゃなくて高市さんとかね、河野さんが河野談話で有名な、お父さん河野談話で有名な方ですから、そこから引っ張ってきてる方もいらっしゃるんだけど、正直な話、河野さんは、お父さんはお父さんですからね、そこは私は思うところなんだけど、とにかくそういったところで私は河野さんじゃないかなと思います。高市さんというのはね、非常に60歳ということで、河野さんは58歳、岸田さんが64歳、で、高市さんが60歳と、年齢的にはあんまり変わらないですね。で、当選回数もほぼほぼ変わらないということで、高市さんなんかはね、昔、そう、キャスターもやってたんだよね。キャスターで政治の、ね、評論家としてテレビとか出てたりした方なんだけど、近畿大学で教鞭取ってたのかな、助教授か。で、工業大学でね。で、高市さんということで、60って還暦だよね。結構奈良の方ですよね。で、かなり言う方ではありますけど、靖国神社参拝であるとかね、他にもいろんなところで、保守派にとっては非常に人気な方なのかなって感じはしますね、高市さんね。その中でね、私は思うのは、国会議員たるものっていうのはね、思うんです。例えばね、カジノのアイロ法案で、実刑判決食らった議員もいます。で、次期、衆議院選で出るとも言ってる。たりするわけだし、
他にもいろんな問題で、お金の問題でね、まあ、いろいろと、まあ、議員辞職した人もいたりとかね、もしくは立憲民主党なんかで、緊急事態宣言下、おっぱいパブなんか行ってね、それで、行っちゃった、問題になった人もいますよね。そういったところを見ていくとね、やっぱり私は、国会議員、議員じゃなくだけじゃなくて、これは地方議員も含めてですね、議員たるものっていうのは、やっぱり私利私欲に走ってはダメだと思うんでね、先生先生と呼ばれて、議員報酬ももらえるわけだし、その中でまあ社会的地位、一応議員であればね、社会的地位もそれなりにあるわけだからね、地方議員であってもね。その中で、それを目当てになる人がいるんだけど、本来の政治家っていうのはね、私は例えば戦前の政治家って命をかけて国に、例えば、地方議員であれば共論のために、そして、国会議員であれば、お国のために尽くすというのが、本来ね、国会議員なのかなって感じがします。自分の私利私欲のためにお金を稼ぐためになるというのはやっぱりダメだと思うんですね。なので私は、まあ、ブレない政治家って重要なんです。言ってることが二転三転してブレてね、こういう時だけああいうふうに、例えば立憲民主党なんかもね、詭弁を使って、うまいことを言って、得票しようとしてる、あるんだけど、私にとってやっぱりそれは詭弁にしか聞こえないわけだってね、こういったところを見ていくと、とにかく政治家たるもの、国会議員たるものはやはり日本という国をしっかりと考えてね、国民のために私利私欲に走らず、公益国益のために、尽くすのが本来、国会議員たるものじゃないかなって感じはしますね。はい、そこら辺の、覚悟がある方ってなかなかいないと思うんだけどね、その中で私はそういう方にやっぱ本来であれば総理になってほしいかなというのが思うところではあります。まあそれぞれの方がね、私はなかなかいい素質持っております。例えば河野さん、岸田さんもね、外務畑も踏んでますから、外交なんか私はしっかりできてくると思うんですね。両方とも英語が結構堪能なのかな。で、あとはまあね、どれだけ日本という国をまあ世界に発信し、そして日本の立場を伝えていけるか、そういった強い姿勢もやっぱり必要かなと思う。おかしなことに対してはおかしいと言い、そして、間違ってることに対して間違ってる、そういうふうに伝えていく、これはやっぱり重要なことなのかなっていうのは思うところではあります。なので、我々日本が、ね、今新型コロナで大変な世の中にあってるんだけど、今まあ第5波がね、まあかなりもう落ち着きを見せてきていてね、ワクチン接種もどんどん進んでいきます。来年にはね、3回目のブースターも言われているような世の中ですけど、とにかくこのご時世において非常に大変な世の中、これは日本だけで世界各地で大変です。これは政治家がね、どの国にも叩かれているのは実情で、とにかくその中でも私利私欲に走らず、国民のため、国益のためにね、頑張っていただきたいかなっていうのは思うところであります。ということで、今回自民党総裁選ということでアンケート集計を取らさせていただいて、700票近い、票ですね、700人近く入れていただきね、誠にありがとうございました。このようなね、アンケート集計はまた、随時やらさせていただきたいと思ってますので、ぜひともね、ご協力いただければと思います。また、総裁選に関してはね、また結果が出たりした時にまた解説としてね、出させていただきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。